どうも皆さんこんにちは。イージス・アショアが、まあ、候補地としてって言って地元はもちろん大反対なんですが、秋田市と萩この2基設置をするということを、てか去年12月に閣議決定をして、そして、まあ、金額がブンブン膨れ上がっていると、まあ、この問題について今日防衛省と交渉しました秋田県会議員の石田博さんです。今日はありがとうございます。でも石田さん、はい、これ金額が初め800と言ってるのが1000になって、1000が1600、まだ2000になって6000億 でこれって今日の防衛省の話でも、その弾薬庫とかいろんなものとか、まあ、要するにこれからいくらでも膨れ上がるという感じですよね。そうですね、うん、ちょっとおかしいですよね。だからそのミサイルも一発50億と新聞に出てましたけど、一発ですね、弾丸というのがミサイルですね。それが2カ所で48発2400億円、合計するともう7000億いっちゃうじゃないですか、はい、だからどれぐらいになるかさっぱりわからない。そうですね、ミサイル一つが50億って言われて、まあ、報道もされていますが、防衛省はそれ金額を明らかに言わないんですね。でもこれも入れるともうどんどん膨れ上がりますよね。今防衛予算、まあ補正、というか過去最高になって5兆2500億円ほどなんですが、これがもっと膨れ上がる可能性がありますよね。で地元秋田市、ちょっとまあね、場所は選挙区は違いますが、だけどね、とにかくその今の演習、荒谷演習場の近くのもう住宅密集地なんです。だって秋田市県庁所在地ですよね。そうそうそう、県庁が3キロ以内に入ってるわけですよね、うん、ここにもう幼稚園から小学校、中学校、高校、病院、隣がゴルフ場、大変な場所なんですね、うん、そこに来たらもうその地下水が変になるとか、地下が下がるとか、もうその学校に行けない、データの影響がどうか、学校に行けない、うん、その漏れるサイドローブの影響で、サイドローブでちょっと説明してください。レーダーです、ね、ミサイルを、はい、その来るミサイルを見つけるのにこう直接照射するんだけども、でも脇にこう漏れる電磁波があると、はい、それがサイドローブというんだけども、はい、でやっぱりペースメーカー入れてる方もいるわけで、その方の話を聞くともう怖くてとても折れないと、うん、こういう話が聞こえます。まあ、とても強い電磁波であることは間違いないですもんね。そうですね。だから京丹後市に X バンドレーダー米軍 の設置し、まあ、地元にも行きましたが、ドクターヘリとか飛べないんですよね。 そのレーダーだからね、なんかね6キロの幅で6キロの高さで飛行禁止区域になってると、うん、そうなったら海難事故の時に飛べないじゃないですか、うん、それが民間の定期飛行機もですね、風によっては海から来たり山の方から行ったりするわけだから、ちょっとあそこ邪魔になりますね、規制されたら、うん、まあ、今日防衛省はいやドクターヘリが飛ぶときは止めるとか言ってるんですが、そんなに緊急の時にそれができるかどうか、つまりもう本当に市民生活が命も含めて非常に圧迫されるということですよね。やっぱり交渉があると思うんで、うん、その緊急な病気の方が出てきたら、ね、困るでしょうね。今すぐ止めてくれとかね、聞いてないとか、はい、とにかくそれを考慮しながら、でドクターヘリがもうそれ飛べなくなるっていう問題もありますよね、うん、まあ、イージス艦が地上に来たのがイージスアショアだとこう言われている、まあ、そこがターゲットになったり、ずっとそこで強力な電磁波を出すことが市民社会にとってどうか。でこれ2基設置をするっていうのは去年12月に閣議決定したんですよね、はい、ただその後朝鮮半島状況も含めて変わっていますし、これロッキードマーチン社のでやるということを決め、今1300、そのミサイルだけではそれだけでは1350億、はいはい、でいろんな運営費を入れるともっとどんどん膨れ上がって、まあ、2000何百億とか言われているんですが、でもどうですかね、これ契約急いでやるべきではないと思いますが、どうですか。だって地元賛成してないんですもん。地元のね、その荒谷風平地区振興会は7月の25日に反対決議を挙げているんですよ。どこまでも反対していくと、うん、それはそうですよね。自分たちが一生県庁所在地、そうそう、一生住まいをする場所の地価が下がったり、いろんなその人がいなくなったりするわけでしょ。子供にとって大丈夫とかターゲットになるんじゃないか、うん、そうそう、すると引っ越しする人もいたら、その町が成り立たなくなっちゃうんじゃないか、うん、だから経済的にも大きな損失が出てくるということで、うん、みんな反対ですよ。
そうですね、イージス・アショアはどこにもいらないとか思いますよね。でこれはまだ防衛省は候補予定地であってって言うんですが、でももうずいぶん早い段階、去年の夏ぐらいから萩とそれから秋田市ってもう名前が出ていると。でこれからいろんな調査をするって言ってるんですよね、レーダーも含めて。でもまだこれから調査をするって言ってる時にロッキードマーチン社とてか米国政府と契約を結ぶのはおかしいですよ ね。 そうですね。でも今日防衛省は米国政府から話があったって言ってましたよね。はい、そうですね。だから結局ロッキードマーチン社だけれど能力向上型これがいいと。そうですね。で金額は公表するなと言われたぞでもそうすると結局トランプ大統領が安倍総理に対して武器を買い替えと言って、そして安倍総理がそうしますと言って、でこういう高い買い物もうどんどん膨れ上がっている。800億が1000億になって1000億が1600億になって1600億が2000で2000で2期で6000億ってなって、しかもこれにこれからいろんなものがダイヤモンドとか入ったら分かんないですよ。ルーマニアとポーランドはアメリカが負担するじゃないですか。なんで日本だけが負担するの。そうなんです。だから、実はイージス・アショアはポーランドとルーマニアには、米軍が設置をしています。でも日本はこれは、まさに日本のお金で設置をすると。でこれはアメリカのためなんですか日本のためなんですかっていうと、防衛省は日本のためって言うけれど、あれおかしいよねどうなんでしょうか。今ね、国内の米軍基地に7000億でしょ。1日19億円も国民の税金を負担しているのにまだ足りないの、これないのっていう感じですね。だからに日本はただアメリカにとって便利な国だけじゃないの。まあ、今防衛予算がどんどん膨れ上がって、そしてアメリカのから買ってる武器は今大体、まあ、だんだん多くなってですね、これはいわゆる民主党政権の時に比べて何倍もなってるんですが、約5000億円なんです1年間に。しかしイージス・アショアって、まあ、運営費やいろんなものも膨大になるし、正直言っていい値で買うことになると思うんです。そうすると、まあ、予算っていう観点からも問題だし、それからその電磁波の問題もある。そして本当にこれが日本に必要なのかっていうものもあると。 そうです。そして実際6年ぐらいかかるってなって、で候補地が、ね、納得してないにもかかわらず契約結べないですよね。だから一体10年後20年後防衛省が地元に説明すると、うん、説明するほど不安が増えているっていう感じなんですよ。今どんな状況ですか秋田では。いやだから最初の頃よりも今の方が反対の声が大きくなっている。まあ、聞けば聞こうと。そうそうそう。イージス・アショアってなんだっけっていう話から、うん、えって感じなんですね。そうそうそう。努力します、皆さんが困らないようにしますという話だけでしょ。いつも言葉の繰り返しだから、うん、逆にみんな頭がきてる。なるほど。まあ、イージス・アショアは設置ももちろん朝鮮半島状況も変わるし、ロッキード・マーチン社は決めてから6年かかるって言ってるんであれば、で候補地も納得していないんだから、これから10年後20年後ですか。でもそれに関して予算だけつけて日本が買うっていうことだけ約束しお金を払うっていうのはまた変な話ですよね。で朝鮮半島が終戦迎えたらどうなるの。で契約だけしたらバカみたいですよね。というので、まあ、オスプレイも値段がぐんぐん上がって17機3600億円、これ本当にいいのっていうのもありますし、でもこのイージス・アショアはもっともっともっと日本の社会を変えてしまうものですし、地元秋田市萩で反対の声が上がっていると。で予算という点でも皆さんたちの貴重な税金の話ですから、いいねで何でもやっていいというわけでもないというふうに思います。またイージス・アショアのことについて、まあ、とことん行政交渉やあるいは発信交渉でこれ必要ないんじゃないか、でも防衛省に対して5兆数千億円の予算でこんなに高い買い物したら、だって人件費も結構大きい割合を占めてるんですね。防衛予算の使い方としてもおかしいじゃないかっていうと、なんか黙ってましたね。だから税体の単位もね減少するはずなのよ、余裕ないんですよ。だから そういう時こんな高い買い物するわけだからね、やっぱり納税者として秋田と山口以外の方々もみんな声を上げてほしいね。おかしい。もちろんそうですね。イージス・アショアはいらない。じゃあどうもいらないです。今日は秋田県会議員の石田博さんと一緒にイージス・アショアのことについて防衛省と交渉しました。ぜひ
こんな無駄遣いいらない、どうでしょうか。またこれからもさらに議論をしていきたいと思います。今日はありがとうございました。